2024年初夏、山田秀作の春作日和、新プロジェクトが始動。これが今日植える苗。はい。おお。いや、楽しみです。はい、この辺で。よし。田植えから稲刈りまで、農家の旬の営みを体験。題して、幻の米を作ろう。教えを請うのは、あ、こんにちは。あ、どうも今日はよろしくお願いします。メーテレノードですか。元気。全部で7人子供います。愛知県豊田市で農園を営む2男5女の大家族、高須さんファミリー。多すぎてたまに名前間違える、本当ですか。お母さんに名前間違えられることあるの？気象予報士秀作さんが東海地方の今こそ見たい、食べたい、体感したい旬を探す旬作日和。今回は賑やか大家族と幻の米を作るぞ。あ、豊田市の北西部、さなげ町の早戸農園。この広い田畑で年間15種類の作物を育てているのが高須さんファミリー。次女のなつきです。なつきちゃん、お願いします。末っ子のゆうとくんです。ゆうとくん、カメラが気になる。なんじゃやあんた。長女のみさきさんを筆頭に2男5女、合わせて9人のなんとも賑やかな大家族。もう一個車テントと、もう一個さ、あのヤギをつながないかもんね。釘を。早戸農園では季節ごとの農業体験イベントを開催。この日は田植え体験の準備で朝から大忙し。これが今日植える苗ですか？はい。おお。結構多いですよね。ゆっくりこの辺でお願いします。はい、はい、この辺で。よし。はい。慣れたもんだね。はい、楽しい。一番好きな科目、得意な科目は何なの？体育です。これだけもうちっちゃい時から走り回ってんのかな。捕まえた。怖くないの？怖くないけど、見て、カエルはね、水の中で成長してんの。大きい。お、そっか。どうぞ、こっち来るか、こっちに。はい。ダメみたいっす。ガイドがついてる。さすがお姉ちゃんだね。すごい、姫がちゃんには。ファミリーが暮らすのは、秋になると紅葉との共演が美しい四季桜の里、小原地区。お、取れた。ほぼこれ皮で包まれてて、うん、あの この大きさだとこのぐらいかな。中身はちっちゃいです。こちらが一家の大黒柱、高須望さん。以前は春日井市で飲食店を営んでいましたが、10年前、のぞむさんたっての希望でこの地に移住。一番の目的が、飲食店やった時もそうですけど、もうとにかく自分で食材が作りたい、初めから作ってみたいなっていうのがありまして、うん、もうどうせだったらもう田舎行って栽培しちゃおうという、田舎暮らししちゃおうかということで引っ越しました。農業だったらもう子供たちも一緒にやれるんじゃないかということで、はい。しかし現実は憧れ通りとはいかないようで、もう山、山、木って感じで、あ、こんなところで生活するんだって最初は思いましたね。草刈らなきゃいけないし、玄関開けたらイノシシみたいな。全然スローなライフ、どこに行きましたかみたいな。でも子供たちがのびのびしてる。公園は近くにはないですけど、楽しそうなんで毎日いいかな。田植え体験の時間が近づくと一層賑やかに。地元や名古屋市から5組20人の親子が集まりました。子どもたちにこういう自然での体験をさせたくて、ネットで調べて、泥だらけになるよ。
大丈夫。大丈夫。丹精込めて育てるのは愛知のブランド米峰朝日。主に三河地方の山間部で作られる品種。流通量が極端に少ないことから幻の米と呼ばれています。3から5本で、このここまで入るようにぐさって刺しちゃってください。で、おお、冷たいね。おお、まあまあ深いっす。田植え体験スタート。いきます。よし。結構腰に来てます。いや、やっと4分の1終わったぐらいか。うん、後ろは見ない。一つこうやって植えたのがお茶碗一杯分。すごいですね。はい、一色です、自分の。まあ、子どもたちがあまりにも農業のいや食材に関して全く知らない。どうやって野菜もできてるのか分かんないですし、これが米になるんだよっていうのを、こうやって作ってるんだよっていうのを教えてあげたいっていうのがあったんで、あのもらってった野菜を食べたら子どもたち嫌いだったのを食べれたよっていうのが、そういうのを聞くと嬉しくて、また、はい、はい、どこ、もうちょっとやで。あと3メートルぐらいです。3メートルもうちょっとあるぞ。よし、腹減った。先が見えてきました。あげよう、あげていこう。あ、これ最後です。よいしょ。これで終わるね。よし、やった。終わりました。やった。どうでした、田植えは。楽しい。楽しい、うん、楽しかった。でもまだやりたい。まだやりたい。田植えの後はお待ちかねのランチタイム。いや、なんか豪華ですよ。パンケーキあります。まずサラダもあるし。メイン料理はハヤト農園特製カレー。採れたての新玉ねぎを前日から煮込み、自家製の蜂蜜も加えた元シェフのぞむさん自慢の一品。いただきます。うん、あくあく、うん、玉ねぎの甘みめちゃくちゃ感じます。うん、でこの米めちゃくちゃうまいです。なんか噛み応えがありますし、しっかりと、でもちっとした食感になってますね。ご飯はもちろん幻の米峰朝日。ブランド米をお腹いっぱい味わえるのもこのイベントの魅力。カレーおいしい。おいしい。いかに毎日自分たちが食べてるのが本当に感謝だなっていうか、いろんな心と体の成長があって、本当に貴重な体験だなって感じます。実りの秋が今から待ち遠しいな。だいぶ遊んだね。もう泥だらけにもなったよね。頭もまだ泥ついてるよ。顔も。一仕事を終えた男3人、向かったのは自宅の近くにある温泉、聚楽荘。もうすっかり仲良し。うわ、あ、でもいいお湯ですね。いや、みんな楽しそうにやってたし、今まで通り体験は続けていきたいと思ってるんですけど、もう4年も5年もしたら上の子からだんだん成人しちゃいますよ ね。 ああ、そうですね。自分が好きな道を歩んでくれればいいと思っているので。暑いね。幻の米作りはまだ始まったばかり。胸躍る一句を。助け合い、絆感じた田植えかな。いや、本当に一番感じたのは、たくさんいろんな仕事をしないといけない。そんなところを家族みんなで助け合ってやっている。みんな楽しそうにやっている。家族の絆っていうのも強く感じましたし、もう本当に大好きです。家族、今後ともよろしくお願いします。